暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。あるところにドイツ人のご家庭と日本人のご家庭が隣り合わせで住んでいらっしゃいました。建て売り住宅のようなところでしたから、朝窓を開けると隣の家の会話が嫌でも入ってまいります。ある日のこと、ドイツ人の母親が日本人の母親に向かって、奥様、どうしてお宅では中学生と高等学生のお坊ちゃまたちに頼んで起きてもらってらっしゃるんですか。僕ちゃんたち、お願いだから起きてちょうだい、学校に遅れるから、という言葉が私の耳に入ってまいります。そこで日本人の母親が、ではお宅ではどのようにしていらっしゃるんですかと尋ねますと、ドイツ人の母親が、私の娘はまだ小学生ですけれども、目覚まし時計の使い方が分かったその日から二人で簡単な目覚ましを買ってきて、翌朝から本人が自分で目覚ましをかけて起きるようにさせております。時にはかけ忘れることがありますけれども、私は起こしません。なぜといえば、自分が自分で起きると約束したこと、それに対しての責任を取らせるためです。時には目覚ましが鳴っていても起きてこないことがあります。多分目覚ましを止めて長寝をして寝過ごしているんだと思います。私も台所でハラハラしながら起こしてやりたい気持ちは十分に持ちながら起こしません。なぜというと、娘は目覚ましが鳴った、でもその目覚ましで起きることよりも目覚ましを止めて長寝をすることの方を自由に選んだからです。自由には必ず責任が伴います。子供は幼いうちからこの自由と責任ということについて習わなければいけないと思っておりますと答えたそうです。ドイツ人、日本人両方の母親とも子供を思う愛情に変わりはないと思います。ただ日本人の母親はギリギリまで子供を寝させてやりたい、そして自分が学校に間に合うように起こしてやるという愛情です。でそれに比べると、ドイツ人の母親は少し冷たいように思えるかもしれませんけれども、我が子を一人格として育てていきたい、幼い時から自由というものには責任が必ず伴う、そしてその責任を取るのは母親でもない、自分でしかないということを習わせたい、その愛情の表れかと思います。キリスト教では、人間は神の似姿として作られたと教えております。人間には他の動物に与えられなかった理性と自由意志が与えられております。つまり考える力と選ぶ力です。そして教育というものは、この人間が一人格に育っていくプロセスといっていいかと思います。第二次世界大戦後、日本の国には人格とか自由という言葉が
飛び交いました。その時にフランスの哲学者のガブリエル・マルセルという人が日本に来て、教育と自由という題で講演をいたしました。その中に、人は皆人格だというけれども、真に人格と呼ばれるべきは、自ら考えて判断し、判断に基づいて選択し決断し、自分が下した決断に対してはあくまでも自分が責任を取る、そういう存在に対してのみ言えることであって、負は雷動するようでは人間であっても人格とは言い難いとはっきり言っております。目覚まし時計の例にも挙げましたように、子供が自ら考えて明日は何時に起きなければいけないと判断して目覚ましをセットいたします。そして目覚ましが鳴った時にすぐに起きるか、それとももうあと少し寝るか、その選択をして、選択の結果に対しては他の誰も責めることができない。寝過ごした時には食事を取らないでも学校に行かなければいけない、その自由と責任を、つまり一人格の在り方を表していると言ってもいいかと思います。21世紀というのは便利、快適、スピーディーという言葉がぴったりの世紀でございます。そしてその結果、私たちは便利さ、快適さ、スピーディーなことを享受しておりますけれども、反対に忘れ物をしてます。それは自分の思うままにならないことを我慢すること、待つこと、そして許すこと、自ら自分をコントロールする、セルフコントロール、それを最近は忘れ始めていると思います。その一方、携帯、パソコンが普及している世の中で、子どもは今や親や教師の目の届かない、手の届かないところにいて、誰とどのような接触をしているかわからなくなっております。だから今の時代に必要なのは、自分が自分を規制する、セルフコントロールということだと言っていいでしょう。そしてしたくてもしてはいけないことはしない、したくなくてもしなければいけないことをする、そしてしなければいけないことに優先順位をつけてそれに従う、このような正しい判断力と強い意志の力が今の時代必要になっております。この判断力と意志の力は、本来家庭で親が子供に伝え、そして育てていくべきものなんですけれども、最近親たちの中には、自由というのは子供の好きなようにさせることだという考え違いをしている親が増えております。ですから、教育の場で生徒、学生たちに判断力と意思の力をつけていかないといけなくなりました。私は学生たちとおかしな日本語を使っております。面倒だからしようという言葉です。普通の日本語ですと、面倒だからよそう、面倒だから人にさせよう、後回しにしよう、面倒だからやめておこうというのが当たり前かもしれません。
でも私は学生たちに一呼吸置いて考えて、考えた結果、自分がよく生きること、それを選ぶ習慣をつけてほしいと思っております。今生きる力をつけることに人は必死になっております。私どもの大学でも資格志向、つまりどの学科に入るとどういう資格が取れるかということを考えて、勉強よりも資格を優先しがちな人たちも増えてきております。今忘れられているのはよく生きる力ではないでしょうか。そして私たちが育てたい子どもたちは、生きる力をつけることはもちろんでございますけれども、その生きる力を間違ったことに使わない、よく生きる、人間らしく生きる、そういう子どもたちに育ってほしいと思います。で、そのためには21世紀の便利さ、快適さ、スピーディー、そういう世の中にある程度逆らってまでも自分が待つこと、我慢すること、相手を許すこと、自分を自分で抑制すること、それを実行することが必要だと思います。一人格として生きるとき、人はその表情にも人格にも違いができてまいります。そして環境の奴隷でなく、環境の主人として、神の似姿として生きる美しい一人格の姿がそこに生まれてくるのだと思います。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出す。人の口は心からあふれ出ることを語るのである。ルカ6章45節。